はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は肩こり解消には筋トレが一番ということで、肩こり解消の運動をやってきたんですけども、僕ね常々思ってるんですけども、肩こりに、マッサージとか、ストレッチとかもあった方がもちろんいいんですけれども、正直言うと筋トレやった方が一番早く解消されます。もうすごい短い期間で、もう何もないですっていうふうにはなってきますね。今から紹介するねようなエクササイズをやっぱりやっていくと、肩こりあった人がもう 1,2 週間の間にもう何も今ないですっていうふうにやっぱり言ってくれますし、前ねひどかった人で、大学院生の、若いとまだ若いんですけど、大学院生なんですけど、ただねそもそも体の硬い、性質の人、もう柔軟とかもそもそも硬いタイプの人なんですけど、ほっといてもちょっと硬い人ねなんですけど、そういう人がかなり勉強でずっとデスクワーク状態で、もうここら辺が痛くて痛くてしょうがなかったらしいんですよ。でそれを何やってもなんか治らなかった、もうすぐもういつもずっと痛いしっていう人が、たまたまね肩こり解消とかじゃなくて、やっぱりちょっとなんか運動不足でトレーニングやりたいですっていうことでこうパーソナルトレーニング来たんですけど、で今からやるような、運動をやっていったら、本当痛くて痛くても逆に勉強集中できなかったっていう人が、2週間で治りましたっていうふうには言っていたんですね。あとはね他の人でね、特にこの肩の僧帽筋ですね、この上のところと肩甲骨の間、ここのところが一番大事になってくるわけですけど、とにかくねここの血行が悪いんですよ。血行が悪くて、よくあるねこう貼るピップエレキ板とかっていうのは磁石でそこの血行を良くしますという、ことだったりとか、あとマッサージなんかも指圧の場合にはギューって何秒こうしてポンと離すと血行がグーッ、血液がグーッと流れて血行良くなる。でまたギューッと血管を圧迫してポンと離せばそこがポンと血管開いて血行が良くなるっていうんですけど、今からやる運動っていうのもこれをかなり凌駕するぐらいの効果あると思います。ある女の人とかね、ここはやっぱりうまく使えてない人はこの運動やったらもう2セット目ぐらいで、なんかもうこうジンジンするジンジンするとかジンジンするって今まではどれぐらい血行が悪かったのかっていう感じですけど、それぐらいね今の僧帽筋に血行をね、いい血行をもたらしてくれると思いますので、ぜひねちょっと肩こりの人をやってみてもらいたいと思います。デスクワークの人っていうのは特にこの僧帽筋肩甲骨がこう開いたままなんですね。こういうふうに開いたままなんで、特にこれが良くないです。開いたまま伸びたままでかつ頭の重さがかかってるんで、筋肉が引き伸ばされた状態でありながらもそこに力が入ってるから血管が押しつぶされた状態、血管が押しつぶされて血流が良くない状態でギューッと固めた状態でいるので、そこに痛みを感じてしまうんですけど、そのまず血行を良くするということが一つ、それと、そもそもこういうのですから、これを戻すのはやっぱり筋トレとかをしてギュッとねこっち維持できるだけの筋力がなければやっぱり維持できないんですよね。そこの筋力がしっかりしていればそもそも頭が前行ったり肩が前行ったりしないので、そこの部分を治すためには、マッサージとかでもなく貼るだけでもやっぱり筋トレをしないとそれはもう戻ってこないですね。だからそういったことをやっぱりやってほしいと思います。だから一時しのぎのちょっと解消でもなく、もちろんすぐ結構早く良くなるんですけど、それだけでもなくやっぱりね根本的に治していく必要があると思うので、そのためには筋トレが一番有効だと思っています。まずね僧帽筋、ここのところ一番しっかり使ってもらいたいので、そこの種目として、ダンベルベントオーバーローというのをやっていきます。胸を張ってでっちりで膝緩めながら後ろ、これ膝あんまり出ない方がいいですね。このままでっちりで股関節を引いてほぼ水平に倒れます。ほぼ水平に倒れたら肘はちょっともう曲げといて、ここから肩肩甲骨を寄せるもうちょっと見ようか、ここから肩肩甲骨を寄せる前から見ると吐く、これ今分かるように肘が動いてるんじゃなくて、肘はほぼこれここじゃなくてちょっと後ろに引いたところで固めといて、肩肩甲骨寄せてるだけ、ね、これを寄せるということ。この真ん中でとにかく寄せるのが一番大事です。しかも何もないんじゃなくて、やっぱりね、ダンベルがあった方がいいです。で、
すっごい初心者の、まあ、女性の人で3キロぐらい。ただ僕は一番最初の人でもだいたい5キロぐらい持ってやってもらいます。で、まあ、少し慣れたら女性でも7キロも大丈夫なんですけど、まあ、最初の人の場合、まあ、僕は 4,5 キロぐらいがいいかなと思います。男性の人の場合、まあ、実際に10キロでいいかなと思いますね。ただ相当肩甲骨が動かない人の場合ちょっと落として8キロかな。ただ僕としては10キロでやってもらいたいということ。それぐらい負荷がある方が、これを動かすときに僧帽筋に負荷があるので、これやりました終わりましたときに血流がボーンといくんですね。その今の血流に関して言うと、まあ、よくあの胸とかがね、胸のトレーニングやればパンプアップするって言いますよね。このパンプアップっていうのは、あの筋肉が、筋繊維が張ってるんじゃなくて、間の毛細血管が全部血管が膨張して、まあ、なぜ膨張するかというと、この老廃物を取り除いて酸素と栄養素をどんどんね回復するために送り込むために血管を膨張するんですけど、その血管が全て膨張するのでこれが張った状態になる。それはパンプアップというようなことをこの僧帽筋で起こしてあげればいいんですね。そこをしっかり負荷をかけないと、ただこれだけやってるのは、まあ、動くっちゃ動くんですけど、あの細胞の中に、まあ、筋肉を動かすための、糖質があるわけですね。筋トレするとその糖質がいっぱい使われるわけですよね。で使われたら、休憩時間のインターバルの間にはそれを補充しないと次の運動ができないという、まあ、体のリアクションがありますから、どんどん送り込むために血管をブッと膨らませて膨張させて、しっかりと、そこに糖質とか酸素とかを全部送り込んでいくという感じの作用が起きてくるわけです。これが何も負荷がなくて軽いとそれが起きてきにくいんですね。だから筋トレの方が効果があるということです。負荷のあるものを、も負荷があるようにダンベルを持って吐く、吸う、負荷がある中で伸び縮みをさせるということ。しっかり肩甲骨を寄せて開く、寄せて開く。腕とかダンベル投げ下ろしじゃないです。腕とかダンベル投げ下ろしじゃないです。ダンベルに目がいかないように肩が動いてるかどうか。でこれが10回終わったらすぐに立ち上がって肩すくめて回す。1、吐く、吸う、吐く、吸う。4、まず真上ですね。5、耳に向かって真上。6、前にはいかないで真上です。7、8、9、10という感じで、前かがみで10回、立ち上がってこう回転していく感じで10回。まあ20回連続するともうこう、ドーンと一瞬疲労が来るんですけど、まあそこで血管がドーンと開いてる感じなんですね。それを、まあ最低3セットやってほしいです。10回プラス10回を3セットやってほしいです。これね、一番注意しなきゃいけないのはこれ、ダンベルだけなら、ダンベルじゃないです。肘じゃないです。肩甲骨、肩を動かす。この回すときにも、回らなくて、なかなかね、肩甲骨が回らなくて、肘をこうやって回したりするんですけど、肘は関係ないです。肩関節、肩甲骨が回ってるかどうかの感覚だけなので、その中でやってってくださいね。それから、同じくこのね、僧帽筋を使うために、ショルダープレスをやってみてほしいんですね。まあ、ショルダープレスってね、こういうふうに持ち上げてって、それ三角筋の種目じゃないのって、まあ、思うかもしれないんですけど、これ、まあ、もちろん三角筋です。三角筋を鍛えるために通常やってるんですけど、僧帽筋もこれ上げてる時ってやっぱり結構縮むんですね。腕を上に上げるということは僧帽筋は結構縮まるんですね。これがだから、あのそもそも肩こりにかなりなってるような人というのは、これをやった時に詰まっちゃって僧帽筋が詰まっちゃって、上げた時に結構前にみんな行っちゃうんですね。でショルダープレスやるときにこの角度で上げて、とにかく腕が伸びなくてもいいからこの角度で上げて、この角度真上に向かって上げてほしい。耳のラインから、耳より1センチぐらい前のラインで垂直真上に上げて、そこにの方向に肘を押していく。この時に無理にやろうと思ってこう前に行ったらダメ。肘を伸ばして僧帽筋の方が詰まるような感じで上げていく方がこの場合にはいいということですね。そこが詰まっていくようにやっていく限りであれば、まあ、肘伸びなくてもいいです。肘が伸びることが問題じゃなくて、今は僧帽筋の辺がきちんと詰まるように押し上げてあげられるかどうかです。なのでこのぐらいで構わないです。何もここまで行こうと思って前に行ったら全然僧帽筋の運動にはならないので、
ね、これを位置を守った中で肘を押して、常にこの方向、この方向だとこれが伸びなくてもこうぐーっと押し上げるように頑張ってるのが大切です。伸びなくてもその方向で押し上げるように頑張ってるのが、この僧帽筋の運動になってくるので、そこが詰まるような感じがあるようにやってた方が結構良くなってきますね。で、そこが一番縮むような感じで運動してほしいので、このダンベルショルダープレスの場合には自分の10回限界のすごい重さというわけじゃないです。結構軽いね、もう6割ぐらいでもいいかなと思います。今の前に行ってしまわないところでやりたいので、軽めでいいんで肩の僧帽筋をしっかり使うためにやってほしいということ。一番ね、上のラインに関して縮まった状態にいけるのがこのショルダープレスの形ですから、重くある必要はないです。で、まあダンベルでもいいし、軽めのダンベルでもいいし、逆に家でダンベルがとかない場合にはこのタオルを使うショルダープレスね、こうやって、あまり広すぎず、耳の横に来た時前腕垂直ぐらいかな、それらも広くならない方がいいです。このまままず上に押す。ただこの上に押した時にさっき言った前に出ないということ、前に出ないで、前に出ないでもう頭のラインでいいです。頭のラインでいいから、頭よりね、こう後ろに下がったりとかしなくていいから、これ頭に当たるラインでいいから、そこで真上、頭のてっぺんの当たってそこの真上、この繰り返し、頭に当たってこの繰り返し、この繰り返し、これ前に出さない、絶対に前に出せない。これもう重さじゃないですね、重さじゃないです、重さはもちろんないですけど、このままこの方向に肘を押してタオルを押して、タオルがたるまないように上に押し続ける、こっから押し続ける。結構僕はでもこうグーッときます。多分ね、ちょっと上がりにくい人とか肩こりある人はかなりギュッとくると思うんですけど、このタオルでいいと思います。特にね、このタオルのやつは家でも毎日できることなので、これに関しては毎日やった方がいいです。そもそもがこの状態で8時間10時間が週5回もあるわけだから、これがたかだか3分ぐらいね、毎日あってもいいと思います。これダンベルね、さっきのショルダープレスの場合10回から15回でいいと思うんですけど、これはもうこのままね20回ゆっくりとギューッと押し上げる、ギューッと押し上げる、ギューッと詰まるように押し上げるね、ここはね、これ20回3セットぐらい、やってみてほしい。これすごいいいです。それから、プルオーバーというものもぜひちょっとやってみてもらいたいんですが、今ちょっとこの椅子になってますが、家でやるならもうちょっとこの幅の広い椅子ならいいし、ジムでならやっぱベンチを使った方がいいです。普通の、ね、ダンベルプレスやるベンチを使えばいいんですが、寝転んでいくんですけども、ちょっとこれ今この狭いんですけど無理やりここでやります。ここに寝転んで、よいしょよいしょよいしょ、寝転んで肩甲骨がギリギリベンチの角に乗ってるぐらいになります。頭は下ろしていいんですけど、頭ついてもいいんですけど、ベンチの角とに肩甲骨が来て頭が別についていいです。で、手をクロスして持って伸ばして吐く、脇を伸ばして吐く、脇を伸ばして吐くという感じですね。とにかくこの脇の伸びが欲しいです。脇の伸びで腕がこっちに行くように、これがさっき言ったように腕がこっちに行かない人が多いんですね。そもそもこの運動範囲が狭いんで余計肩こりになってる人が多いので、これも重くある人なんです。で、肘が、ね、伸びきった状態でちょっと曲がったま、ちょっと曲がったまで、肘は外向きじゃなくて内向きです。肘の先は両方とも向こうに向いた状態のままでちょっと曲がって、肘の曲げ伸ばしではなく肩関節を中心に腕がこう降りてる感じ、吐く、息を思いっきり息を吸って脇が伸びる、脇で肘を引く、息を思いっきり吸って脇が伸びる、吐く。今、ね、これは本当軽めでいいです。男の人で10キロ、女の人で5キロでいいと思うんですけど、目いっぱい脇を伸ばしていく、このか、ね、今言ったような軽い重さあれば別に肩を怪我することもないかと思うので、思いっきり息を吸って脇をしっかりストレッチする。と同時に息を吸うことで、胸郭の肋骨が開くようにして、思いっきり息を吸って肺を膨らまして吐く。
でこの時にお尻が上下しないようにお尻は全く動かないでやっていく。あと手首をこれ動かす必要ないです。手首をこう垂らしたままで肘も固定したまま肘の曲げ伸ばしが入らないように脇の伸び縮みだけでやっていくという感じですね。よいしょ。まあちょっと椅子でやるとね、無理があるかもしれないんで、本当はジムでベンチがあればジムでやった方がいいです。でベンチに対して垂直に寝転んでやった方がいいんですけど、なかなか怖いのは難しいなと思ったらベンチとね、ベンチ普通に寝転んでやっていく形でも構わないですが、まあできるだけアーチを描いてほしいんで、本当はまあ十字になるように寝転んでやった方がまあいいかと思います。まあそんな感じで、とにかくここの運動範囲をまず広げてストレッチすることと、あと脇の筋肉を使うということ、まあこれもね結構大切です。プローバーやってみてください。そして、今度は、今やったこの僧帽筋と脇というのを、寝転んだ状態でやっていくものをやっていきたいんですけれども、これは、まずスーパーマンですね。スーパーマン、腕まっすぐな状態で顔を上げたまま胸、顔、腕を上げる。肘も伸ばしたまま、これも肘を曲げてしまうと僧帽筋前ですからね、肘を伸ばした状態で上げる。まあ、できればこれを30秒キープしてほしいですけど、できない人は最低でも15秒ぐーっとキープしていく。まあ、腰もきついんですけどね、脊柱きつい、ここもきついんですけど、この肘を伸ばすということをこの、肩の運動の場合にはやってほしいですね。肘を伸ばすことで僧帽筋をしっかり神経使っている状態をキープする。腕をしっかりこれ床からほら離してね、これぐらいダメでしょ、低空飛行いらないです。高く肘を伸ばすまま上げてほしい。でこれを15秒最低でまでできれば30秒やったら、今度逆に一回寝転んでみて、ね、寝転んでみて足曲げてですね、この状態でこう肘を伸ばしたままストレッチ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 、ね、これ今肩甲骨のあたりが床に一番ついて、そこを支点にしてストレッチしてる感じなんですけど、この脇の動く範囲を広くしてほしいんです。脇が伸びるようにしてほしい。この脇の大円筋のあたりがね、硬くて伸びない人は結構いるんで、肘を完璧に伸ばしたまま1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 という感じで、まあ別にいくらでもやってもいいんですけど、しばらくやっていく。これがですね、本当に運動範囲自体が硬くなってるんで、この上が詰まってる場合もある。肩甲のね、とんがったとこ、ね、肩のとんがったとこありますよ。そこが、詰まってる場合もあるし、大円筋の方が硬い場合もあるんで、とにかくこれがしっかり、ね、肩甲骨、肩を中心としながらも腕が床につくような方向に行けるように、その動く範囲を、ね、可動範囲を広げていくということ、こういうストレッチをしていく。まあ、辛くもなんともない。で今これ足曲げてるのは、足を下ろしちゃうと骨盤が引っ張られてより腰が反りやすいんですよ。腰が反ったら肩、ここにはほら肩こうなってるんですね。腰が反ると肩こっち向いてますよ。そうすると楽になっちゃうんです。じゃなくて足を曲げて骨盤を引っ張ることでこれを抑える。でお腹軽く上からグッと押さえた中でやっていった方がより つきにくいんですけど、つけるのが目的じゃなくてストレッチすることが目的ですからね、これが反って思いっきり反ってついたからいいっていうわけじゃ、こういうんじゃダメ。これほらこれ腰が反ってるだけなんです。そうじゃないです。これはできるだけ真っ平らに押さえた中でここの可動範囲を広げてあげることが大事で、これをまあ 2,30 とか、まあ3、分かんない30秒くらいとかやったら、今度またスーパーマン入ります。で15秒から30秒はずっとキープしてしっかり収縮していく。収縮が終わったらまた仰向けになってどんどんストレッチをしていくという感じで、寝転んでも運動をしていきます。このね、可動範囲も大切で、本当にデスクワークしているとそこで固まってしまう。今の脇のところ本当伸びない人が多いんですよ。で伸びないというのは本当に体が、一定で固まってしまうので、一定の位置で固まってしまうので、肩甲骨周りも固まりやすいということが起きてしまうんですね。でそれと同時に、こういう姿勢だと、ほら肩が前に来てるでしょ。で僧帽筋が伸びてると言ったんですが、この肩関節でこう前にこう回転したままになってる場合もあるんです。これがとにかく後ろに引けないと、後ろに引けないと、まあこの後ろに引くためには肩をこう寄せるようなストレッチで前を開いてあげる必要もあるし、ここのね
鎖骨のこの内側とこの肩関節の前のところを開いてあげるというこういうストレッチをしてあげる必要もあるんですが、今度後ろに引く側の筋肉も作っていくの。そのこのね、肩甲骨の上から肩に走ってる極下筋という筋肉が、薄い筋肉が伸びきったまで全然収縮してくれない状態になってるんですね。そこを収縮してあげることが、これまあ腕だとしますと、これちょっとでも見えにくいかな、これ腕だとすると、こうこっち側から肩の背中の後ろからこういうふうに巻きつくんですよ。これが、肩関節をこう後ろに引っ張ってこう回転させてくれるんですね。この後ろに対する回転ができないので伸びたままになって、よりこのまま固まってしまう。肩が前に出てれば頭も前に行ってしまう。でここに負荷がかかった状態の肩こりになってしまうので、そのね、肩の後ろ側を締められるようにして、で一番最初にやった、ダンベルベントーバローというのは、肩甲骨と肩甲骨の間を締めて肩を後ろにやるということが一つその目的でもありました。で今は今度は肩関節自体をぐるっと両方こう後ろに回転できるようなのが、この極下筋という筋肉を鍛えるもので、これはね、もう結構チマチマした運動なんですけど、もう寝転んでベンチでも床でもいいです。寝転んでダンベル、今これちょっと3キロ持ってるんで、これかなり重いです。正直言うとこれ1キロでいいです。1キロでも女性の場合重い場合があります。ジムなんかすごいちっちゃい輪っかのような 500g があれば 500g でも構わないです。でこれを肘を90度にしためて、脇を閉じたまで上げる、脇90度まで上げる、肘90度ですよ、肘90度で脇を開かない、上げるときにこれ脇を開いて何でもいいから上げる、これサイドレーズになっちゃいます。じゃなくて脇これ締めたまま、脇をこう締めたままで90度で上げてくる、90度角度で、ここですね、上腕、肩から肘までが軸になってきます。肩から肘までが軸になってこういう感じですね、こういう感じで上げてくる。下はね、目いっぱい折れていいです。ただしこの時も肘が浮きすぎないようにね、肘はずっと脇につけるよ、お腹のところにつけるようにしといて、できるだけ努力しといて、一番下まで降りて締まるところまで。僕がやって今高さこれぐらい、多分これ以上の高さはいらないです。でこれは本当に男性でも多分最初1キロです。でも2キロも多分やることはまずないですね、やる必要はないから。1キロで女性だったら 500g でもいいです。でなくてもきついという人がいます。今僕これね、3キロでちょっと重すぎるんですけど、3キロやるともうすでに肩の後ろが、肩甲骨の上から肩の後ろに関しては痛いぐらいです。本当にもう痛くなってくる。もう今これやっても痛いです。痛い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 、本当に痛くてもう上がらないんで、だから3キロでも僕でももう重いということです。なのでこの肩甲骨のちょっとへこんでるあたりから肩にかけてのあの後ろ部分が、まず上がった時にギュッと縮む感じ、縮んだ感じから抵抗しながら一番下、ギュッと縮んで抵抗しながら一番下、ね、ギュッと縮んで抵抗しながら一番下で、その肘90度の回転運動をしていくということ。これ左右交互です。もう1キロ 500g でいいんで、左右交互で左やって、15回、逆に右やって15回とか15回ぐらいのちょっと回数多めでやってほしいです。しっかり丁寧に1ゆっくり、2ゆっくり、締めて抵抗しながらできない、締めて抵抗しながら、多分ねこうやっていって、ここから小さい前ならにして、こういってこういって肩甲骨を締めるといきますよ。それじゃないです。肩甲骨を締めていくんじゃない、肩甲骨は開いたままなんだけど、この回転でいった時にこれが開く、これがもう限界です。今僕がこれが限界なので、肩甲骨を締めるじゃない、肩甲骨を今開いた、この通常の今座って開いたままの状態でこれを回転させると、もうこれが限界なので、ダンベルで今これ L フライというこれをやってもここが限界なので、それ以上は上げない方がいいです。それ以上は、極下筋じゃなくて、僧帽筋とか菱形筋の方になってくるので、そこは使わない。で肩の今言った背中のね、肩甲骨の 上に走ってるあたりが痛く感じるようにやって、これ15回は3セットやってもらえば、多分3セット目はねもう本当に痛いです。痛くて痛くてたまらないです。まあちょっと乳酸菌が溜まって痛いだけなんで、筋肉痛になるような、まあそういうやつじゃないんですけど、これはねやった方がいいです。本当に今座り仕事してる人はここがものすごく弱く伸びたままになってるんで、必ずやった方がいいかと思います。
で今言ったような、まず血行を良くする、僧帽筋の血行を良くすることが一つ、それから僧帽筋自体の筋力を作ることが一つで、柔軟性ですね、こういう柔軟性もそうだし、しっかり縮められるようになる、で後ろも縮められるようになる、まあ、こういった筋力、柔軟性、そして縮められるようになる、この辺を肩周り背中周りをしっかりやっていく必要がまずありますね。でそういうことをエクササイズやりながら、まあ、今ちょっと座ってなんであまり良くないですけど、本当は立った状態ですね。この立った状態で頭がこの肩の位置よりもだいたい前にこう出ちゃってるわけですね。こう前に出ちゃってる、これを本当は後ろに戻したいんですね。こうずれてる位置を本当は後ろに戻した方がいいですね。でそれはこの顎を押してこうグッと顎を押して下げてこういう感じ、これがこうじゃダメですね。こうでもダメです。こうでもですね、これを垂直に顔が向いたままで後ろを下げてくる。まずこの位置が戻らなければいけないですね。この位置が戻らなければ、まあ実際には背中、腰から背中、首は少し柔らかな S 字を描いてるんですが、S 字がこの直線上で緩い S 字を描いて、その上にボール、頭が乗ってる感じにしたいわけです。これが緩い S 字を極端に描きながら、頭がこの位置で前に行ってるのが間違いということなので、この立った状態でこれをちょっと押して、顎を引くような感覚でグッと後ろを押して、この後頭部が、ね、この出っ張ったあたりかな、この出っ張ったあたりが後ろに下がるような感じの位置にやっぱりいつもしてあげなきゃいけない。まあ、座ってるときは難しいです。デスクワーク自体がそもそも、それに伴ってないですからね。立ってる状態、立ってる状態の時にそういう位置にした方がいいということ。それと、お腹の筋肉、腰の筋肉というところを両方しっかり強くある必要があります。で自分の上半身を支えるだけの、お腹と腰の強さは絶対ないと思います。その両方があるから、ギュッと両方から押して、上にグッと押し上げる力がある。で、その上にボールが乗っているという感覚ですね。これがまず土台であるお腹腰が緩ければ、S 字がひどくなりすぎて頭出たままになってしまうので、まず土台がないと正直ここだけやっても意味がないので、腹筋と腰をやるっていうのはやっぱりそういう意味もあるんですね。腹筋と腰の筋力が弱いというのはそういう意味でも良くないので、まあいろいろご紹介しているような腹筋と腰のエクササイズもやっぱりやるべきということです。土台から考えて上のところの機能も、上げてあげるということですね。ということで、まあ、僕は筋トレが肩こり解消に一番効くと思ってます。で肩僧帽筋の血行が良くなれば、この目の疲れとか頭に片頭痛があるという人も、そもそもこの首のこのズレがあって、ここら辺が圧迫されて、血管が圧迫されて、血流が悪くなっている場合も多々あるらしいんですよ、ね、それは正常なところじゃないので、圧迫されて筋肉とかなその辺で圧迫されて、血流良くないので目が疲れたりとか、頭に血液が回られて頭痛がするということなので、これを戻して、かついつも血行がいい状態であれば、そういったところも良くなるようですので、筋トレ一番ということで、札幌一番みたいな感じになっちゃいました。僕はね、ハルクホーバーの一番が好きでしたけどね。はい、今日は肩こりでした。筋トレをやりましょう。パーサートレーナーのユージでした。 Go! Go!